第99回歴史講座最終回は院政期の文化です。院政期に入ると朝廷を中心に栄えてきた貴族文化が地方へと広がっていきましたが、その背景にはこの頃までに新たに勢力を伸ばし始めた武士の存在がありました。当時の建築としては奥州藤原氏による平泉の中尊寺金色堂、あるいは陸奥の、白水阿弥陀堂、文後の築地王道などが知られていますが、これらは地方においても文化の水準が高かったことを証明していますよね。またこれらの建築物の存在は浄土教の思想が全国に広まったことも意味していました。寺院に所属せず公的な僧の位を持たない聖人、あるいは商人らが民間での布教を拡大することで貴族やと武士や庶民を結んでいたんですよね。院政期の頃には一般の庶民にも現代風な歌謡という意味の今用や古代の歌謡である西原、芸能の一種である田楽や猿楽などが盛んになりました。特に今用は後白河法皇も愛称され、民衆の間に広まった歌謡を集めた良人秘書をまとめられました。当時のその他の文学作品としては我が国やインド、あるいはチャイナに伝わる千余りの説を集めた今昔物語集があり、当時の我が国の武士や庶民の生活などが見事に表現されているんですよね。ちなみに前回第98回の講座で紹介した弘法にも腕の誤り、あるいは頭領は倒れるところに土をつかめ、こうしたエピソードは今昔物語集が由来となっています。また芥川龍之介の小説である羅生門、花、芋粥などはこれも今昔物語集を題材にして書かれているんですよね。軍記物としましては平将門の乱を記した小門記、あるいは全九年の役を記した陸奥記などがあり、当時の地方の武士の戦いぶりが伝わっています。また歴史物語では映画物語や大鏡、今鏡が金垣で作られ、摂関政治の頃を懐かしむ当時の風潮が伺えます。絵画では大和絵の様式によって時間の経過に従って絵や言葉書きを織り交ぜながら物語を描くという絵巻物が発達し、源氏物語絵巻や伴大納言絵巻、四季山縁起絵巻、鳥獣戯画などの作品が生まれました。これらのうち伴大納言絵巻は前回98回の講座で紹介した通り応天門の変を題材にしており、また鳥獣戯画は動物を擬人化して当時の世相を描いているのが大きな特徴ですよね。このほか秋の厳島神社は兵士の厚い信仰を受けて豪華な装飾経である平家能経が奉納されました。なお装飾経は大阪の四天王寺に伝来した千面古写経も知られています。ちなみに平成8年1996年に世界文化遺産に登録された厳島神社が現代のような様式になったのは平清盛による造営が由来とされています。以上をもちまして第99回黒田博樹歴史講座、日本古代史その7、院政と平氏の流世は全て終わらせていただきます。そしてまたこれで長い間続いた日本古代史シリーズも終了となります。そして皆さん、いよいよ次回は記念すべき第100回でございます。今回も長い間のご清聴誠にありがとうございました。